マエストロは、イギリスの自動車メーカー、ブリティッシュレーランドとその後進のローバーグループが製造していた5ドアハッチバック型のコンパクトカーである。この車は、オックスフォードのカウリにある元、モーリスの工場で生産された。当初は、オースチンと MG 双方のブランドで売られ、後にローバーマエストロとして言及されることがあるが、この車が、ローバーのバッジを付けられたことはない。 1975年にブリティッシュレイランド・ホモーター・コーポレーションが国営化されてブリティッシュレイランドが発足し1977年には経営改善のため南アフリカ出身の企業再建家マイケル・エドワーズが会長に就任した。エドワーズの計画の一環として最新技術を投入した新型大衆車の導入が決定され小型・中型火球。 中型上級市場向けにそれぞれ投入されることとなった。中型下級と中型上級市場向けの新型車はプラットフォームを共有し内装やスタイリング上の際で2つのモデルを区別することになった。これは生産のオートメーション化と柔軟性においてコスト面で優位な手法であった。この共通プラットフォームには BL 社の開発序列にのっとって LC10 という開発コードが与えられ、開発は1977年に始まった。デザインは BL の花形デザイナーのデビッド・ベイチュの指導家でイアン・ビーチが手掛け、5ドアハッチバックと4ドアノッチバックの主要な2タイプが用意された。A シリーズと R シリーズエンジンはフォルクスワーゲン製トランスミッションの片端に取り付けられていた。 それまでの BL 社に採用されていたハイドラガスサスペンションはコスト的な観点から撤廃され一般的な前輪ストラット後輪トーションビームという組み合わせとなった開発に際し試作車にはフォルクスワーゲンゴルフのサスペンション部品を取り付けてテストされたこともあるその後5ドアハッチバック版が先に設計されることが決まり 独自の開発コード LM10 が与えられ、社名もオースチンマエストロと決定した。続けて設計が着手された4ドアノッチバック版は、開発コード LM11 が与えられ、後にオースチンモンテゴとして発売された。マエストロは、接着式、ウィンドスクリーン、同一焦点ヘッドライト、ボディ同色バンパー、電子エンジン制御システム、5速 MT、 全席シートベルトの位置調節式上部アンカー、非対称分割式の鉱石と12000ミリリットルの整備間隔といった、このクラスとしては、数多くの新しく、先進的な装備を備えていた。MG と万電プラス仕様には、デジタル式、スピードメーターと、蛍光表示管のアナログ式タコメーター、燃料系、水温系、トリップコンピューターと合成音声式の警告。 情報システムの電子ケーキも搭載されていた。モータープールに保管される、マエストロマエストロは1983年3月に発売された。消費者組合が観光する、フィッチ、市の同年6月号で取り上げられ、車室の広さや快適さ、運転のしやすさについて一定の評価を得ている。特に車室の広さについては高い評価を受け、 トランク容量が、やや劣る点を除けば、より上級のボックスホールキャバリエや、フォードシエラにも匹敵すると評された。マエストロは一定の成功を収めたが、発売から月日を経て、話題性が低下するにつれ、販売は次第に加工していった。とりわけ 1600cc モデルに搭載される R シリーズエンジンが問題視され、 クランクシャフトの熟成不足から来る高温時の指導性の悪さが指摘された。これに代わる新型ユニットとして S シリーズエンジンの開発が進められ、マエストロでは1984年7月より既存の 1600cc 全モデルに搭載された。このエンジンは電気式点火装置を備えていた。同時に、 全モデルで細かな装備のいくつかが改良され、1.3リットルのベースモデルには、ヘッドレスト、助手席側サイドミラー、ラジオが 1300cc の1.3ハル、1600cc の1.6オートマチックと1.6、HLS には、全車ラジオ、カセットプレイヤーが備えられた。1984年10月に、 全モデルにわたりさらなる装備の充実が図られた。1.3リットルのベースモデルには、加藤式前席、ドアポケット、鍵付きの給油口の蓋、時計が追加された。L モデルには、布張りのドア内装、内装材の工場、運転手席、側サイドミラーのリモート調整機能が付き、1.6リットルには5足、MT が装備された。1.3春には5足メガ オーバードライブの5速、4E、MT、サイドモールディング、スイード製内装と、助手席側サイドミラーのリモート調整機能がついた。HL e スト1.6オートマチックには、ティンテッドガラス、集中ロック機構、全席パワーウィンドウ、ベロア製内装と、上級ラジオ、カセットプレイヤーが備えられた。MG MAESTRO は 115HP 版の電子式。 燃料噴射装置負の2リットルを、シリーズエンジン、高性能サスペンション、前輪ベンチレーテッドディスクブレーキ、専用ボディ塗装、ティンテッドガラス、集中ロック機構、皮巻きハンドルを装備していた。同じく1984年10月には既存のマエストロのモデルの L と春の間に入る 1.3HL と 1.6HL が追加された。 1985年8月には1 3シティと1 3シティ x が登場した。1 3シティは以前の1.3のベースモデルに似ており、1 3シティ x はこれにカーペット、布張り内装、ヘッドレスト、後部パーセルシェルフ、ラジオ、手動操作式長区弁が追加されていた。これらのモデルはプラスチック製バンパーではなく、 マエストロ版のように普通の構成バンパーの端部にプラスチック製のカバーが付けられたものを使用していた。後期型バンデンプラ版の内装元々のダッシュボードは複数の部品で構成されており貧弱でキシミオンを立てやすいという評判であったため、1986年2月により一般的な構造のモンテゴのダッシュボードに変えられた。同時にもっと細かな装備品が 全モデルにわたって改善された。シティ X には、ドアポケットと、後部ウィンドウのワイパーと、ウォッシャーが、L と LE には、スイード製内装が、HL と、オートマチックには、ベロア製内装と加速が加えられた。バンデンプラには、一部カ製の内装と上級の、カーオーディオが装備された。1986年に、BL が、ブリティッシュエアロスペースに売却されると、 1987年と1988年モデルではオースチンのバッジが廃止されシリーズ全体の販売は前年から導入された経済性の高い自然吸気のパーキンス製ディーゼルエンジン搭載モデルに支えられた1992年にモンテゴに搭載されていた 81HP の高回転型パーキンス製ターボディーゼルのモデルが導入されたが すでに後継となるローバー200、400が登場していたため、マエストロのラインナップは、クラブマンと DLX のみに整理された。このターボエンジンは、燃費性能を落とすことなく、性能と同時に洗練度の改善を図っていた。この車は、非常に価格競争力もあり、より小型のローバーメトロやプジョー205の非ターボーモデルと、同価格帯であった。 その他唯一のオプションで設定されたエンジンは、旧式な 1300cc の A シリーズであった。1993年の、ワットカー市ではその旧大差を指摘しつつも、安価な販売価格や、経済性の高いパワートレインを評価した。同年には、オートモビルアソシエーションが、ターボディーゼル車を、ロードテストにかけ、同様の評価を下している。 1995年9月にこの車の生産コンプリートノックダウンキットという形でブルガリアノバルナに移転された。部品の輸入コストの高騰と需要がほとんどなかったために約2000台を生産して1996年4月にロダカーは生産を停止した。生産されたマエストロの大部分は英国を含む諸外国へ輸出された。 これらの中の少数が、ベリーセントエドマンズのアップル2002より販売され、N で始まるナンバープレートで登録された。1997年にヘレフォードシャー、レッドベリーのパークウェイサービシズが621台の c k d キットのマエストロとそのバンを一括、購入した。パークウェイサービシズはこれを組み立て、そのほとんどを、 ローバーから供給された部品を使用して右ハンドル仕様に変更した。自動車保険用全国データベースには R から51までのナンバープレートで登録された車が記録されている。つまり英国内でマエストロが新車で購入できた期間が1983年から2001年までであったことを示している。その後生産設備は 中国の第一汽車に売却され、中国市場では、ハッチバックとバンのマエストロが販売された。ハッチバックのマエストロには、モンテゴの顔周りを取り付けられ、一気陸表 CA6410 となった。この車が生産されている間に、少量の中国生産部品が英国に輸入された。MG マエストロ技術人の意見にこうして1983年初めに、 請求に量産に向かっていた頃、はじめの MG マエストロは開発中であった。1600cc の R シリーズエンジンは回転が荒く、音感じの始動が困難であり、そのウェーバー製連装キャブレターは SU キャブレターに慣れたディーラーの工場では調整できなかった。R シリーズエンジンは A5 が導入された1984年10月まで生産され、単名の S シリーズエンジンに代替された。なおこの R シリーズエンジン搭載車は日本には、正式には導入されなかった。信頼性に問題があったにもかかわらず1万5000台以上の MG マエストロ1600が生産された。短期間休止した後で MG マエストロは、 前モデルよりもかなり性能が向上した燃料噴射装置付き 2000cc エンジンを搭載して再発売された操縦性と性能は良好でオースチンローバーは初めてゴルフジテとエスコート XR3i の真の好敵手となる車を持つこととなったローバーグループとなるわずか数ヶ月前の限定車の MG マエストロターボが、オースチンローバーから販売された最後の車であった。この車は 2000cc エンジンを使用していたが、キャブレターとターボチャージャーの組み合わせにより、最高速度はほぼ 130mph で、060mph の加速は6.7秒であった。これは大部分の競合車よりも速かったが、ティックフォードが設計した、ボディキットと軽合金ホイールをまとった。 この高性能者は、この車がマエストロであるという事実を覆い隠すことは、ほとんどしていなかった。マエストロが発売されてから6年も経ていたことから、販売は低調であった。MG マエストロの生産はローバーが、新しい200と400に専念することにした1991年に終了したが、標準のマエストロの生産は1994年12月まで。 続いた1993年にローバー600が登場すると、マエストロ、モンテゴの生産ラインの閉鎖が目前となってきたが、1994年まで c k d キットの形態で少量の生産が続けられた。BMW がローバーを買収するや、いなや、在庫部品は早々に生産に回された。1994年にローバーは、 英国から輸出した CKD キットを使用してバルナの新工場でマエストロを生産するためにブルガリアの企業との合弁事業としてロダカーを設立した1995年7月に生産が開始され1996年4月に工場が閉鎖されるまで2200台が生産されたこの合弁事業の失敗は他社との競合とブルガリア政府が 輸入部品の関税の減免と政府省庁による数千台のマエストロの購入に関する新資協定を保護にしたためであった。ウルグアイへの550台、アルゼンチンへの400台、マケドニア共和国への200台を含む約1700台のロダカー製マエストロが輸出された。英国の2つのディーラー。 レッドベリーのパークウェイサービシズとベリーセントエドマンズのアップル2000が販売されなかったマエストロをブルガリアから購入し右ハンドル仕様に改装して英国内で販売した。詳しくは上記のその後の開発を参照。マエストロとモンテゴのジグはその後中国のオトガイ中が購入しハッチバックとバンにトヨタ自動車製エンジンを搭載して発売した。 2003年に権利が第一記者に譲渡され、モンテゴの顔周りをつけたマエストロを陸表、K6410 番を開放、CA6440UA として発売した。2008年に FAW からジグを購入した、四川技者工業集団が、マエストロ版を、やば、SQJ6450 として、再発売した。 マエストラは、その広く実用的な車室、競争力のある、定時価格、経済性の高さ、良好な乗り心地と操縦性のおかげで60万台以上が販売されたが、フォードエスコートやボックスホールアストラの成功に対抗することはできなかった。同社製の似通った大きさのホンダ車をもにした、ローバー200シリーズが、この時期の英国における、 最強販売車種の一台であったという事実が会社を消滅に導くことになったと言われる開発とブランド戦略の混乱ぶりを物語っている。オートエクスプレス氏が2006年8月に実施した調査によると、マエストロは過去30年の英国で最も多くがスクラップにされた車の第9位であり、英国内で 今なお稼働状態にあるのはわずか1百5 7 4台でしかない。多くのマエストロがサビ、腐食、機械的な問題があると言われたが、これは同じ頃に設計された多くの車に当てはまることであった。1989年以前のほとんどの BL 車と同様にマエストロはシリンダーヘッドの交換をするか、ガソリン添加剤を使用しなければ無塩ガソリンで。 走らせることはできない。FBHVC がテストしたところあり鉛ガソリンを添加剤で代替すると1リットルあたり数ペンスしかかからないことが分かった。これに当てはまらないのは1994年以降のをシリーズエンジンで、このエンジンは十分丈夫な排気バルブとバルブシートを備えていた。 バンモデルのテールライトは1998年までランドローバーディスカバリーのシリーズ1に使用されていた。キャンパーバンの改装車。このキャンパーバンと基本ボディを共用するマエストロの多くの商用車バンが小型の埋め込み型ヘッドライトを備えていた。キャンパーバンはランドローバーディスカバリーのテールライトを使用していた。試作車の中には 1800cc のガソリンエンジンや フォルクスワーゲン製の 1900cc ディーゼルエンジンを搭載したものもあったが、これらが使用されることはなかった。マエストロには以下のグレードがある。英国でのマエストロの生産が終了してから4年後の1998年に中国のタバコ会社のおとが中がこの車の生産設備と知的財産権を買い取った。2000年にチンタオの特別製造工場で、 オトガイ中陸標、ケ6400ルビーと、オトガイ中陸標、ケ6440レアードの2車種の生産が始まった。ケ6400は、モンテゴの顔周りをつけたマエストロのハッチバックボディ車で、ケ6440は、パネル版であった。両車ともに、トヨタ自動車製のエンジンとトランスミッションを使用していた。2003年に、オトガイ中は、 自動車製造から撤退し、陸標工場を中国で最大の自動車製造業者の一つである第一汽車に売却した。FAW は、ケ6440番の生産は止めたが、2007年時点で、ハッチバック車は、一気陸標、CA6410 として販売を続けている。ありがとうございます。